ちびまる子ちゃん大好きメルヘンスナガです。今日は早速ちびまる子ちゃんのモノマネをやります。どうぞ。あたしはまる子だよ。たまちゃん、ねえねえまるちゃん、何して遊ぶ？遊ぶ？富士急秘境を直す。そんなみんなして秘境ってひどいじゃないか。あはははは、富士急くんは秘境だじゃ。そんなことよりはやまし、おやおや、老人会に行ってくるよ。はい、これがね、普段のちびまる子ちゃんの感じですが、今日はいろんな有名人の人が出てきます。まずはどこかに小池百合子さんが出てきます。どうぞ。たまちゃん、遊びに行こう。いいね、まるちゃん、遊びに行こう。おいらも行くぞ。僕、この時期だし、やめておこうかな。あはははは、あははは、おいらは飛沫を飛ばすぞ。あら、ダメよ。みんなバカじゃの。この時期の山田は危険である。こういった感じですね。さあ、どこに出てくるか当てながら見てください。次は、どこかに寺田心くんが出てきます。どうぞ。たまちゃん、どうしたいの？藤木が卑怯だって言われてるよ。かわいそうだブー。とんでもございません。長沢くんはいつも僕を卑怯といじっておいしくしてください。そのおかげで僕の出番が増えて毎回感謝しております。あはははいいだいいだ、うらやましいわ。どっちにしろあざといの。いくらなんでもあざとい。はい、ではですね、次は今度は2人いますね。どこかに沢口靖子さんと森泉さんが出てきます。どうぞ。いやー、花輪くんちはすごいね。ほんと立派だね。憧れちゃうもん。僕んちはボロだよ。あはははは、だったら藤木くんちは窃盗したものがないか調べる必要性があるでしょう。あと花口さんにおさめ似合いますよ。無駄な努力じゃの。もっともない意見である。はい、次はこちらの方です。どこかにしょこたんが出てきます。どうぞ。たまちゃん、桃井ちゃんがいるよ。わー、桃井ちゃん来るんですの。感動したブー。桃井さんに出られたのおじいさん、本当にミラクル。僕とも言うのである。